日本のアニメ映画、君の名は、が、ロサンゼルス放送映画批評家協会賞の年間最優秀アニメ映画賞を受賞。ロサンゼルス放送映画批評家協会は日曜、年間のアニメ部門最優秀賞を、日本の監督新海誠氏の君の名は、に与えた。君の名は、アカデミー賞に近づいた？LA 映画批評家協会のアニメ映画賞を受賞。大ヒット中のアニメーション映画、君の名は、が、12月4日、アメリカ・ロサンゼルス映画批評家協会のアニメ映画賞に輝いた。新海誠監督は、自身のツイッターで、なんと、マジですかと、喜びを伝えている。この賞は、ゴールデングローブ賞と並んで、アカデミー賞の前哨戦として、注目度が高い。実際に、2002年に同じ賞を獲得している宮崎駿監督の「千と千尋の神隠し」は2003年のアカデミー賞で長編アニメ映画賞に輝いている。ロサンゼルス映画批評家協会賞ロス・エンジェルス・フィルム・クリティクス・アソシエーションは1975年から始まった映画賞。毎年1月の初めに前年に公開された映画の中から選ばれる。この映画賞とゴールデングローブ賞は、アカデミー賞の前哨戦として注目される。ハリウッドのお膝元ながら、アカデミー賞と異なる独自の路線が特徴。最優秀作品賞は、1994年以降、ハートロッカーの一度しか被らず、アカデミー賞とはほとんど共通していない。主要賞に外国映画を選ぶことも多く、特に女優賞は、2003年から2013年までの11回で、非アメリカ人が10回受賞している。